他にも。あ、それ知ってる。藤原先輩の巨乳が邪魔って話をした時、僕を引っ叩いたよ。こんな感じ。強くなったよな、石神。そうか、人は成長する生き物だったな。成長してますか、これ。体調はもういいの？うん、あなた風邪ひいて丸一日以上寝込んでたのよ。そんなに？よしこちゃん、ずっとつきっきりで看病してたんだから、私に移せば治るはずだって言って、一晩中ずっとチューしてたのよ。あっくん治ったの？私たちの愛の力ね。どうした？なんで死なないの？なぜそうまでして生きようとするの？誰のおかげでお召し上がれと思ったの？行ってみろ、サク。もう行きますよ、先輩。ああ、近距離で下、上、左、右、B。 だから、なんでさっきから格ゲーの技コマンドなんだよ、お前。やばい。なんだこれ、クラゲか。っていうか、ちゃんと誘導しろ。どこだよ、スイカ。今わしづかみにしている、それじゃない。ごめんね、パックン。そうだよね。なんでお前が謝るんだよ。こんな可愛い私と毎日一緒にいたら、エッチなことしたくなって当然だよね。確かに私はまだ覚悟ができてなかった。でも私かぶるから。さあ、あんたが求めてパンチよ。次どっち？ちょっとだけでいいんですが。てめえ、うちの大隊長に気安く話しかけてんじゃねえよ。なあ、違う。ごめんなさい。何笑ってんだ、下手やり。ちくしょう、いつものラッキースケベラレが発動するとは。邪魔しに来たんだろうけど、マジで邪魔だわ、お前。お前ら、また私の席盗んだだろう。いや、普通に盗んでないですけど。うるせえ。今落ち着いてください。なん、いや、遊びで借りる時もあるんですけど、マジ僕らじゃないって。嘘つけ。風で飛んだだけだって。はあ、自意識過剰。次は背中を。いやいや、もっと気持ちよくしてあげますから。いや、これ以上は気持ちよくて死んじゃうから。イーノさん、イーノさんも一緒にしますか？私、素人ですから、足元になるだけですので。あの、嬉しいのはいいんですけど、抱きつくのとかやめてもらえませんか？汚れるんで。清太の前を失礼するでござる。いいよ。いいよって格闘のやつそんなにうまいのか。おいおい、大丈夫かよ。
いやきっと見間違いだ。考えすぎだぞシンガー。ありえねえって。痛いでござる。おお、シンゴだな。一緒に浴びるでござる。そんなとこで突っ立ってないでさ、早く入れよ。小生が背中でも流すでござる。いや、俺今日はいいや。なんでだよ、入ろうぜ。これからは3人で仲良くやろうと言ってたのはシンゴ殿でござるぞ。そういう意味じゃなかったんだ、ごめん。なんか俺が悪かった。だから勘弁してくれ。待てよシンゴ。シンゴ殿。